皆さん、こんにちは。ヨハネラブです。ちょっとした時間、このチャンネルとお付き合いしてくださると嬉しいです。今回紹介するのは、シリーズ最終作を飾る、こちらの太ももお化けのフィギュアです。ライザのアトリエ3、終わりの錬金術師と秘密の鍵、ライザ、ライザリーシュタウト、7分の1スケールフィギュア。それでは、サイトへとジャンプ。今回は、アミアミさんのサイトにお邪魔させてもらっています。主人公のライザことライザリーシュタウトが、スリールの衣装姿で最速フィギュア化されました。来た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 ！これまでのシリーズからの成長を感じさせながら、より大人になったライザちゃんが再現されていますよ。露出度が控えめになったものの、ライザちゃんの魅力的なボディーラインがしっかりと作り込まれています。ダメですよ。武器や身につけているホルスターなどの装備も、細部まで丁寧に造形されています。手にした武器につけているフラッグのなびき具合も丁寧に表現されていて、躍動感も伝わってくるかもしれません。すごいです！身につけたアクセサリーなども丁寧な造形で、ライザちゃんの可愛さが引き立っていますね。造形と彩色の両面を極限まで仕上げられており、ワンツーからさらに進化したクオリティで、ライザちゃんの可愛さを堪能することができちゃいます。さあ、満足させてくれよ！ライザちゃんの特徴でもあるキツキツなホットパンツに、とっても柔らかそうな太ももお化けも、バッチリ再現されています。あの太ももお化けに膝枕してもらったり、顔を挟んでもらいたくなっちゃいます。予想以上の変態、天才ですあなたは！世界観を反映した専用台座も付属し、ゲーム体験をさらに想起させてくれること間違いなし。シリーズ最終作を飾るライザちゃんの魅力を、たっぷりとご堪能ください。いいね、好きだよ、俺は。そういうのが。こちらのフィギュアは、2023年12月に発売です。そしてお値段は、21,890 円です。このフィギュアをお迎えしたら、最速に立体化されたライザちゃんを、SNS などで自慢しちゃいましょう。欲しいか？これが欲しいか？今回の紹介はここまで。これらのグッズの紹介記事は、下の概要欄に貼っておきます。もしよろしければ、その紹介記事に貼ってあるリンクからアクセスして、注文していただけるとありがたいです。もしよろしければ、チャンネル登録、グッドボタンを押してくださいね。それでは、また次回お会いしましょう。